サンビスタは日本の競争馬。馬名の由来はサンビスタで、七名、母名からの連想によるもの。2014年の JBC レディスクラシック、2015年のチャンピオンズカップなどで勝利を挙げた。2009年、グランド牧場にて、父鈴鹿万ボ、母ホワイトカーニバルという同牧場生産の重賞場、同士の配合で生産された。グランド牧場に勤めていた縁で、 各位勝費呼吸者に入球する。3歳の3月に、川田正宮城騎手機場でデビュー。3戦目で未勝利戦を勝ち上がった。その後3着1回を挟み500万条件、1000万条件を連勝。4歳夏に主戦が岩田厚生騎手となり、1000万条件の達ピ先特別を勝利した。しかし体質に懸念があり、前さばきも固かったため一貫して、 ダートコースを使われ、また常に休養を挟みながらの出走であった。年明けこそ6着に敗れたが、続く、文字ステークスで各競をして、本格化したと言わしめる解消でオープン入り。オープン入り初戦はエンプレス杯に出走したが、同期のワイルドフラッパーから2秒以上離された3着に、敗れている。夏になり、函館競馬場で行われたオープン特別。 マリーンステークスでボバ相手に2着に構想すると8月には門別競馬場で行われたブリーダーズゴールドカップをワイルドフラッパーを退けて制覇し重賞ウィナーとなる。なお、この年からブリーダーズゴールドカップは頻馬限定戦となった。その後、大井競馬場で行われたレディスプレリュードで再びワイルドフラッパーに敗れ2着となるも続く。 森岡競馬場で行われた JBC レディスクラシックでは、そのワイルドフラッパー等を下し、一馬身一、四差の勝利。見事に J プニーウィナーとなった。その後は、中京競馬場で行われたチャンピオンズカップでボバー相手に3着に届くかとの勢いでも追して4着に抗争した。年明け初戦の TC 形状を逆付きを解消すると、続く。 フェブラリーステークスでは7着に敗退。その後もマリーンカップを勝って柏記念で敗れるという、頻馬限定のジャナイを勝って、ボバ相手の GI で敗れるということを繰り返した。本来であれば、クラブの規定上6歳春で引退となるが、関係者で競技し、例外として1年間引退を伸ばすことになった。その後は、スパーキングレディカップ三着、ブリーダーズゴールドカップ二着の後、 レディスプレリュードを制覇。ついで、大井競馬場で行われた、JBC レディスクラシック2に2連覇を目指して出走して一番人気に、支持されたが、当時3歳のホワイトフーガに敗れて2着だった。続く、チャンピオンズカップでは、ミルコ・デムーロが初起乗。16頭中12番人気であったものの、レースでは先行勢の後ろにつけて、 直線を迎えると、残り200メートル地点で馬ゴミから抜け出し、残り100メートルでは前を行くコパノリッキー、北高たる前を並ぶ間もなくかわし突き抜け優勝。ン馬の同競争制覇は初であり、元より JRA のダート GI 制覇としても初であった。後年、各挙は、実著で、なぜ勝てたのか、今でも説明できません。それも競馬です。 暗状のミルコ・デムーロに神が降りたのかもしれません。デムーロは、あのチャンピオンズシーは、僕にとっても忘れられないレースです。なぜなら、初めて勝ったダートの重賞だし、初めてヒン馬で勝った GI だったから、馬もバッチリの状態だったし、流れも位置取りも完璧。行きたいところが開いて、足もあったし、すべてが完璧だったんじゃないそうじゃないと GI は、勝つことができない。 少しでもうまくいかないことがあると、どんなに強い馬でも、花さで負けるのが競馬だから。そういう意味では、運がすごく良かったんだと思いますと解雇している。チャンピオンズカップ後、東京大賞店への出走も検討されていたものの、関係者の協議により引退が決定、2015年12月17日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、 自身の生まれたグランド牧場で繁殖品場となることとなり、2015年12月18日に牧場入りしている。2017年2月8日、ルーラーシップとの間に黒影の品場を出産した。ありがとうございます。